皆さんこんにちは、ゼルチャンネルです。今日は植物育成 LED ライトの徹底比較をします。現在植物育成 LED ライトは数多く販売されており、それぞれメーカーはうちのライトはここが素晴らしいですよ、他社とはこんなところが違いますよと説明があります。でもメーカーのスペックを見せられてもどのライトが良いかわからないものです。今日は LED ライトで植物の育成に違いが出るのかどうかを実際にビカクシダを育て検証します。特に注目していただきたいのは商品の価格差です。価格が高ければ綺麗でかっこいいビカクシダを育てることができるはずです。実際はどうでしょうか。検証していきます。この動画は成長の遅いビカクシダの成長記録を比較するため、すぐ効果がわかる動画ではありません。定期的に成長記録を動画にしていきますので、見逃さないためにぜひここでチャンネル登録よろしくお願いします。では植物育成 LED ライトの比較をしていきたいと思います。それでは比較する植物育成 LED ライトのメーカースペックを簡単に紹介いたします。この数値は照射距離40センチの値となっております。アマテラス、消費電力 20W、 PPFD 値406、照度18050、ルーメン2098、推奨照射距離40センチから150センチ、定格寿命3万時間、保証期間1年間、価格13,600円、 SOL、 消費電力 24W、 PPFD 値656、照度39600、ルーメン2413、推奨照射距離30センチから150センチ、定格寿命3万時間、保証期間1年間、価格3765円。この表で分かりますように、価格は SOL3765 円でありながら、それぞれの値はアマテラス13600円の値を上回っていることが分かります。続いて検証する植物を紹介します。ビカクシダ B 値、令和5年3月11日に親株から株分けした子株となります。それぞれ個体差がありますので、大きさの近い株を2株ずつ用意し、この4株で検証したいと思います。育成環境はこんな感じです。左がアマテラス、右が SOL、 照射距離は約40センチ、照射時間は約15時間とします。SOL はこんな感じ、アマテラスはこんな感じ。見た目ではあんまり違いは分かりません。以上の関係でこれからビカクシダの生育について記録をしていきたいと思います。ぜひ皆さんお楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。